い、どうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネル、プネッシュのピヨトです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。2人ともいいニュースが入ったよ。どないさん、えらい慌てようやな。神様が動き出してるということは例のあれじゃな。えい、そう、フェスです。近いうちにフェスが始まるやね。うわぁ、祭りじゃん。でってフェスのお題はなんじゃ。ちょっと待って、今降りてきてる。来た、いただきや。お題はこう来るんやね。フートばっかりずいぞ、早言わんか。ほな、発表するで。今回のフェスのお題はてんてけてんてけてんてけポン。さあ、ということで大切なのは過去、現在、未来、大一番の始まりじゃ。ということで、これは来ましたね。前々から予告はされていたこのフェス、まあ2の頃を踏襲しているものと考えると、ここでのフェスの勝敗が次回作、スプラトゥーン4、まだ発表も何もされていませんが、スプラトゥーン4の、根幹等に関わってくるのではないかと言われるこのお題でございます。まあ2の頃もね、ラストのフェスでこういうフェスがありまして、これの勝敗によって変わったんですね。今度のフェスはグランドフェスティバル、クレーターに設営中の特別会場で72時間やっちゃいます。3日3日、いや期間はいつもと違うわ。待って、13の金曜からやってる。普段土日、土日で月朝終わりなのに72時間だ。本当だ、3日ある。そしてそして、今回対決する過去、現在、未来の各チームには塩カラーズ、テンタクルズ、そしてスリミ連合がそれぞれサポーターにつくぞ。過去には塩カラーズ、現在にはテンタクルズ、そして、未来にはスリミ連合がつく、そんな感じでございます。さあ、塩カラーズさんとテンタクルズさんからは応援メッセージを預かっているよ。ほな、代わりにも読ませてもらいますね。ちょっと待った、まさか、おお。バンカラジオリスナーのみんな、ご機嫌いかがですか。こんちゃー、塩カラーズです。私たちは過去チームのサポーターとしてグランドフェスティバル盛り上げていくからね。以下よろしく。なんで塩クラスさんがバンカラジオに聞いてへんで。めんごめんご、スリミ連合のみんなびっくりさせちゃおうって4人で話してたんよ。4人で4人じゃと。ってことはもしかして、当然私たちもいるぜ。イエーイ、みんな生かしてる。ハイカラスクエアの片隅からテンタクルズがお届けします。私たちは現在チームを応援すっからよろしくね。皆さん、ガンバです。もう心臓に悪い。ハイカラの人、ほんまに趣味がよろしいっすな。喜んでもらえたってことですか。よかった。ちなみに未来チームサポーターはもちろん、わしらスリミ連合の3人が担当するのじゃ。塩カラーズさんとテンタクルズさんがバンカラジオに出てる、有名じゃない。ほら、なんちゃろ、真面目にやらんか。とにかく、うちの7人が全力で盛り上げたる世界、スペシャルなフェスを思いっきり楽しもう。ぶっちゃけ過去も現在も未来も全部大事だよね。選ぶのちょっと大変かも。難しい話題よな。でもやっぱり過去のいろいろがなかったら今のうちらはないって思うとさ、やっぱり過去かな。みんなと一緒に歩いてきた思い出は何よりも大切な宝物だから。あーね、そうだよね。初代のところだから、どちらかといえば過去から紡がれてきてる、脈々と紡がれ続ける歴史みたいのがあるそうだよね。変えらんねえ過去にこだわってたってしょうがねえし、見るべきは今だろ先輩。いや、このやりとりいいな。今を最高に楽しんでよ、未来だって勝手についてくるっとやな。私もこうしてテンタクルズいられる今この時を大切にしたいです。何を言っておる、明日のために頑張るからこそ楽しい今日がやってくるってもんじゃ。前を向いてなきゃ行きたいところにも行けないしね。一番大切なのは未来だよ。どのチームも気合十分みたいやね。やるからには絶対か。さあさあ、お立ち会い、一世一代の大祭り、グランドフェスティバルで対決するのは、歩いてきた道のりは私たちそのもの、支えてくるのはいつだって過去、歴史なんてもんは今の連続なんだよ。全力で挑むべきはそう現在です。そして希望をつかみたくばただ前だけを見よう。いえ、その気に好きな色んなね、未来。
ちなみに今回のフェスに合わせて全員特別なギアをプレゼントしてんで、持ってないやつはゲームニュースをチェックじゃ。私は、この後ゲームニュースチェックしていきたいと思います。というわけからみんなどれかの投票よろしくね。ということで、まあこんな感じでね、やりました。まったく塩からずもテンタクルズもいきなり勝ち込んできよって、後で文句言ってやるのじゃ。待って待って、まだカメラ回ってる。いい表情してんな。なかなか見ない表情してんな。バシャ。何やの？え、緊急ニュース、クマさん紹介から。そうだ、来週、あの今撮ってるところの次の週の土日からビッグランが開催されます。グランドバンカラアリーナ、これがフェスの舞台かなんからしいかな。ビッグビッグランでたくさん芝居いたというの、まだこりておらんかったのか。今回狙われてるのはグランドバンカラアリーナって、どこ？フェス会場や。グランドバンカラアリーナ言うたらグランドフェスティバル用の特設ステージやんか。シャケドン、一体何が目的なんじゃ。とにかくフェス会場守らねば、ビッグランが始まったらクマさん紹介に集合じゃな。いい、バイトでもカタログレベルを上げればホラガイがもらえるから、フェス投票はお早めにね。みんな今回もよろしゅうお頼み申します。わしらの強さ今一度シャケに見せつけてやろうぞ。ということで、新しいシーズン9月1日から、まああれですね、ラストシーズンなのかな、これ、あのドリズルシーズン。さあ今度のシーズンもお決まりやす、新規一点頑張るぞ。さあということで、長い長いお知らせもここいらで終了となりますね。いやー、随分といろいろなものが目白押し。9月1日から大変忙しい感じで、私はやっていて楽しい光景でございます。ということで、皆さんはグランドフィナーレフェス、どこに皆さんは投票いたしますでしょうか。ちなみに私はね、もう決まっておりまして。さあということで、 X マッチ、さあ推定8万36位。おお、でもなんか初めて2000超えたから計測で、8万か。でもスプラトゥーンのこのシズルシーズンでガチエリアだけだったら8万位には慣れてるのか。逆に言うと僕の上にまだ8万人いるのか。壁は高いですね。頑張りましょう。さあということで、 S プラス2、再開は Sから始まりとなりました。カタログは251。さあミステリーボックスオープン、ドリンクチケット。さあ新シーズンカタログ、スケジュールが更新。やりすぎだよ。どんだけいろいろ詰め込めば気が済むんですか。畳みかけ気負ってみたいな。さあということで、皆さんどちらのチームに投票しますでしょうか。ちなみに2週間あるっていうのは相当ホラガイ稼げます。フェスの期間まで2週間なので早めに投票いたしましょう。ちなみに私は選ぶのは、大切なのは今です。私は現在チームに参加させていただきます。これはね、私は譲る気はございません。まあなんでかっていうとね、まあ、一番スプラトゥーンの歴代シリーズの中で2っていうのがね、思い入れがあって、初めてやったスプラトゥーンシリーズってこともあって思い入れがありましてね、まあそれも含めて私は結構2のキャラクターが好きなんだよね。だからまあこんな感じで、各場所にも飛べるのでね、まあ後でまた移動はしますが、フェスのこのグランドフィナーレフェス中はね、2の頃のステージを久しぶりに堪能しようかなと思っております。ということで、やっていきたいと思います。今回ね、あのフェスの告知が入るのが見えたから、何のこともなく見切り発車で始めちゃったんで、何の武器も決めてないんですが、とりあえずルール見てから決めましょうか。アサリはパス、アサリはパスです。やだアサリ。エリア行きましょう。いやー、でもアサリでも最近やってないから、アサリもやるか。アサリやりましょうか、久しぶりに。とするとなんかまともにできる系のものが欲しいものでございますが、
まあまともにっていうかゼッカスでいっか。よし。まともにって言った直後にでいっかっていう。まともとは。で、私はとりあえずサポーターやるんで、サブ積みまくります。ってことでガチアサリやっていきましょう。それではスタートです。さあ。ちなみにグランドフィナーレフェス、私は現在チームですが、選び方はね、多分人によって様々です。マジで本当に今回のフェスのお題、過去、現在、未来、これの中で自分が一番大切なものはどれかっていう風に真剣に選んだ方、または、推しのキャラクターがどこに所属しているかを考えた方、またはまああとは知り合いがここに所属してますからっていう感じで選んだ方、千差万別10人十色あると思いますが、改めましてね、私は現在チームで今回のフェスはマジでもう頑張っていくつもりなのでよろしくお願いいたします。もう S プラス15ぐらい狙いに行きますから。3日間あるってことはその分3日間をぶつけられるっていうことなので、私は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでお相手スプラマニューバのコラボ、ゴツガロン北斎と、あとは N ザップの89ですね。おっとまずい、ロボメここも抜きおきたいね。 OK、 あ違うかこれ、あっ、いった！あぶねえ！危ねえな、ほんとに。あそこマジ危なかったな。とりあえずちょっとここ塗りつなげられるようにしましょうか。いや、来てる？もしかして。この位置から入れられてよかったよかった、えらいよ。オッケーオッケーオッケー。いやーちょっと赤ザップが溜めてんの見過ごせねえなこれ。さあザップあそこから打ってるってことは、あっ危ねえ。さあ来るよ、アメフラッシュ打ててないわ、マジかよ。うまいけどどうだい。あー刺されていく。ロボム2連投か。向こう側はんどこにいる。とりあえずちょっとこっち側に50だいぶ入れられましたね。だからアサリは嫌なんだ。こう50になった時のさ絶望感ってあるよね。なかなか私はマジで返せないんだよね。うまくアサリができない。ただ今回私が苦手なアサリをやってでもやりたかったな。高級に高級に、あー前衛やられてる。これ入れらんないよさすがに。落ちすぎ人が。大丈夫かい？オッケー、ありがとう。なんか今当たった。あそこが9番ってことは、9番ってことは北斎か。あ、北斎だね、やっぱりな。サブ見りゃマジでかぶりさえなければサブでわかる誰がどこにいるか。一応私もね3は結構真面目にやってた人。おっとっと、ここ登れんのか。マジでアサリのルールやってないからさ、アサリのステージが把握できてない。やばいか。おお、でこちらか。さあカウンターは残ってるが早めに差したい。間に合う、そろそろ溜まるぞ間に。多分警戒しときましょう。うまっ、じゃあ置いとこう。隣
鼻先行かせます。うー、ロボムに巻き込まれたか。あんま冷めたくねんだよな。あ、これ取らない？大丈夫？あ、取った。さあ、うまい。なあ、最悪。やっぱ前出るのはきついな、この武器じゃ。他がやったみたいに遠くから回るのが一番効率的かな。とりあえずサブ巻きしましょう。サブ巻き、サブ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 ゲッチュ。何かしかもいるの。待って、これ食べないとまずい。危ねえ。カウンター取ってるからここ使わないと死ぬ。どうだい？あー、ダメそう。さすがに無理か。頑張ったけど危ねえ。でも判断自体は大きく間違ってはいない。あそこに行ってくれた味方にも感謝だけど、もうちょい早く飛べていればって感じか。難しいよここの判断は。ただまあとりあえずガチアサリを作っていけたっていう判断だけはよし。さあ S 帯だけどここの S 帯が一番混沌としてるから。シーズン変わった直後の S 帯、なぜってさも当然のようにさも当然のように S 帯にね、なんかえぐ強い人が混じってくるんだよね。さあ、お相手側の方は北斎が強かったんだね。私はキルはあんまりしてないけど牽制はしてた。っていうか私が牽制しなかったら向こう側の射程のうんぬんのやつでね、デスしないことこそ有、なんか有能みたいな感じでやってたから。まあでもキルはもっと取っておきたかったけどね。アシストも取りやすい。あたりはね、もっとちゃんと取れたらいいんだが、エイムがないし、アサリはね、他のガチルールと違って、まあ、縄張りみたいな感じって言えばいいですかね。敵がばらけるんだよね。ガチエリアとか、ガチ歩行、ガチヤグラって、オブジェクトの、これがオブジェクトだとしたら、その一定の周りに大体は1人、2人はいるもん。またはそこさえ見ていれば、大体1人、2人は敵が索敵できるんだけど、だってガチアサリはね、わかんないんだよね。気がついたら貯められて、気がついたらなんか近づかれてて、気がついたらやられてみたいな。さあということで、お相手バレルスピナーと若葉シューター、ボールドマーカー、サーフマーカーのネオ、こちらがキンモデラーとモミジシューターのチラスの472、ジェットスティッパーカスタム。さあ側面を塗っていく。とりあえずどんどん取っていけ。ポイセン入れてんのあれか、のちか、のちさんがポイセン入れてくれてんね。そう、ボルマ？マジかよ、後ろから来てる誰かかと思ったのに。ごめん、これ取れる？無理やり行く必要ない。ごめんね、結構無理やり突っ込んだわ。とりあえず強強エリアは取られないように防衛しつつ、牽制しつつ、このポイズンだけは。このポイズンはマジで切らさねえように頑張りてえな。
こうだけ一方的に持ってるってことは向こうを一方的にスペシャル溜まっていくし、こっちもなんとか確保しておきたい。膨らませておいて、上置いとくよ。やっぱいたわ。とりあえずは動きやすさを確保するために、いやー、よくよく考えたらこっち前に出てなんとかする系のものがいねえ。はやとりあえずじゃないと、ここ確保しておかないと向こう側に攻めの口実が普通に作られる。これちょっとあげるわ。ダメか。よし、ありがとう、拾ってくれて。じゃないとね、何がやばいかって普通にね、取られるんですよ。あの向こう側にスペシャルのゲージがいっちゃうんですよ。だからなるだけ残して、あー、その返り討ちに合ってる。早いね。えっ、今のイカロール効かないダメージか。爆風回って耐えられなかったな、ダメージ。やばい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 。とりあえずはいった。あー、ダメだ。これあれだ、ナイス玉とナイス玉とか、アメクラスとか全部合わせて、こっちのところにいるスペシャル全合わせでやっとやれるぐらいのレベルだ。これ前に攻めるためのスペシャルが足りなすぎる。ハンコだったりフルショだったりとか、後ろ隠すために置いとくけど、向こう側2つ溜まってんのやべえな。痛い痛い痛い。ルートつなげるわけにはいかないし、カウンター使うわけにもいかないし、焦ってるけど、あれは取りに行けないって。攻め込みすぎなんだよな。逆か、私がだいぶ引き気味なのか。これパス当たるけど、これやるんだったら私あれの方がいいのでは。ハーマル、カウンター取った。死ぬなよマジで。カウンター持ったなら死んだ。嘘だろ、あれ生命線になってんだが、あれないと死ぬんだわ。カウンター持ってくってことはそういうことよ。あれ、これは無理にでも取るしかなかった。いやー、でも今回攻めっ気が欠けましたね。もうちょい初戦みたいな感じでパブロみたいな侵入してくれる系の人がいてくれると助かるんだけど、モミジも金モデも後方なんだよね。塗りは強いけど後方でサブとかスペシャルポーイの組だから、塗ってサブスペポーイ組のやつに後は前に出る、例えばカーリングボムとかのやつだったりだとか、遠距離系リッターの塗り跡とかに乗じて前に行って暴れたいみたいな感じ。単体で暴れ散らすのは無理だし、こっちもこっちでジェッタでポイズンとアメフラシとかいう後衛組の編成してるから、今回はね編成は悪かったけど、ちょっとカウンター持つ判断が早すぎた気もする。焦ってたのはわかるけどね。さっきの編成がね、そのボールドマーカーいる時点でかなりね編成単位できつかったっていう気はする。あいつのハンコでホップソナー消されながら前出されたらもうやれないからね、なかなか。さあ、1+1=0 じゃない。違います違います。
さあ、いいね、リッターとゴーツーデコいるね。さあ、ということでお相手ボールドマーカーと、ガイン FF カスタムスプラッシューターのコラボにエスブラスト92。とりあえずここは抜くよ。私ここ変に乗られたり塗りない状況で歩かれるのめんどくさいから、1戦目でそれはもう分かりきってるから。さあ私もちょっと前側に前気味に行きましょうか。リッターが後方を守ってくれるポイント、壁どんどん塗っていくぜ。これうまい、ナイス。 S ブラの隙ついてったね。これ届いてんのは何が届いてガエンか。これこの長さで飛ばしてくんのはガエンしかいないな。どんどん、さあプルートルネード、こっち側は濡らせはしない。やっぱいるな、しかもガエンか。スペシャルは溜まってるね。エスブラがサメなんだよな。サメ回避できる準備だけしとこうか。持ってんのエスブラだし、多分いざという時サメで来るよ。あれとりあえずボルマを潰しつつ、さあサメはもう使ったか。変な塗り跡は残さないようにしつつ、一個一個確実に取って、オッケー、サメ止めた。さあ向こう側結構厳しいものにはなってる。カーリング、私も取っとこうか。これ2人いる方がよし、助かる。そう、これ以上は入れさせない。さすがにオッケー、危ねえ。上登られてたらマジで危なかった。これ上、あ、そっか、そのループあるな。でもまあ警戒してないわけないと思うけどね。さあどうする、よいしょ、二重の移動阻害を上げましょうよ。さあ一人かられていく、これまずい。だいたいボールまでよ、あそこいるとき。お相手でカーリングをってんのは、うん、ボールまだけだね。なかなか攻めらんないね、あれ。でも向こう側のもう一角周りだいぶ濡れてんね。おっと、さあ2人目溜まったぞ。オッケー、役に立ったね。
さあここポイズンはマジで刺さるときは刺さるぜ。ついでに持っとくだけ持っとこうか。これ圧をね。オッケー、堅実な守り。ナイス勝利。今回はあのルートをうまく刺さりましたね。マジで一瞬の隙ついて刺しに行った。オッケー。いやー他よりもマジでイカランプ見ながら全体的な流れ把握しないといけないから頭使いますね。アサリはだからこそ脳筋思考の私には苦手意識が。おーでもノーデスで行ったのは偉い。さあノーデス6キル。メインでキルしたのはほぼないけどね。大体はサブですね。サブのアシスト。またはメインで数発。さあ、ゴツデコが15キル、リッターが11キル。ありがてえですね。全体的に、まあ、引き気味というか、中間択を押し付けながらって感じだった。こちら側がデスらないから向こう側は攻めづらい。そんな感じの印象でしたね。しかも多分リッターとかがデスった時ってあれだよね、最後のハンコで一回引かれた時だよね多分。つまりそれまではノーデスってことだから偉いね。さあ行きましょう。リッターの方が継続してくれてますね。リッターとあとどっちだった、ゴツだったかな、ゴツでこの方かな。なんでずっとここなんだ。さあということで双子ってこう続いた感じで、その代わりにフルイド5、まあハンコあるから前出やすいね。しかもバリア編成の向こう側にはえらく強いフルイド。怪物ついてる、フルイド怪物はついてないか。えな、まえなうわ、オッケー、ありがとう。終わってもらいますか。今回私はジャンプ系持ってないけど、とりあえずここら辺塗りつつハンコ投げにだけ注意しながらやっていきましょうか。よいしょ、それ2人落としたのは偉いけど、この編成の場合私もあれだね、アサリ取りに手出しても良さそうだが、いくよ、そのまま誰か、さあ駆られていく。いや無視して前行けてればさせたかもな。2頭思うな、1頭思えず。あ、なんか今ポイズン刺さったやっぱいるじゃねえか。とりあえずインク回復させつつ打ったけど、いらなかったか。あ、いる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 。やっぱいるじゃねえか。これで索敵確認できるのいいな。さあポイズンはバリアでも強いぜ、グレバリにも強い。あ、いた。
イスカウンター。怒った。だがきついね。あんまさせない位置には置いとくが、全体的に今回も守り重視だね。ああ、勘弁。マジかよ、やってしまったよ。どうする？取ったのは味方じゃなくて引き返す。とりあえず取っとくことによって向こうへの抑止力にはなるが、どうだい、これいける？とりあえず2連で投げて当たり範囲で、ああ取ったのこっちでこ。マジでボムにだけ事故らないようにしねえと。オッケー、一事故感、これは偉い。この一はありがたい。さあ、ただこれ危険な状況なのは変わりないんだよ。普通に取るよ、さすがにリッターは無理って判断しても、うまい。取られないように。オッケー、ナイス。向こう側にはガチアサリができてない。守りきったね、えらい。あぶねえもう気が気じゃないぜこれ。ポイズン置いてそこを遠距離に片付けてもらう、それが一番楽だったね。ガチアサリはあのスペシャルダメのやつでも使えるし、まあぶっちゃけ位置バレててもあのあそこにいる以上あんまりどうせバレてるから関係ないっていう話で持っといた方が得。あれはオッケー、13キル4です。まあそもそも13キルのほぼほぼがほぼほぼがメインじゃなくてアシストなんだけどね。まあでもそれでもフルイドリッターありがてえね。これはこの2人がね、特にフルイドがね、多分だけどフルイドがこの4回のハンコをお相手のハンコに合わせてカウンターしてる感じだから、マジで使いどころが偉かった。一網打尽にされかねない盤面をね、全部フルイドがハンコで返してくれてるから、あの判断マジでありがたかったですね。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。